最後はリフティングです。リフティングはですね、ボールを自由に操る力で最も基礎的な技術になりまして、リフティングが上手な人はサッカーも上手な印象があります。最後の最後にリフティングですけど、リフティングですね、難しそう、なんか基礎的な技術っていう割には難しそうなイメージがあります。はい、まあ、あのリフティングが難しいって思うのは、はい、あのちゃんと自分の蹴りたい場所に蹴れてるかどうかっていうことと、まあ、あとは本当基礎なんで、例えばボールを上に上げたければまっすぐ足当ててあげることもそうだし、はい、それが例えばインステップもあればインサイドアウトサイド、まあ、ヒールもあるしヘディングもあるし、はい、だから本当トータルで練習するには素晴らしい、こうあの地味ですけど技術なので、やってみましょう。身につけて帰ります。はい、では早速リフティングを、まずはお手本からお手本お願いします。はい、お手本、まあ普通にまっすぐ。なんで上に上がるんですか。そう、なんで上に上がりますか。そう、うん、上じゃなくて前に行っちゃうじゃないですか。はい、どうしてなんですか。じゃあ、はい、まず、はい、ももで、はい、1回ずつこうやってもらっていいですか。もも、はい、ももだったら比較的上に上がりやすいんで、ちゃんと落とさないように、はい、1回ずつ、そう、うん、ま、うん、っすぐ行かなくないですか。なんでだろう。なんでだろう。まっすぐじゃないんだ、うん、足が。そう、もうほんと単純で、はい、まっすぐ上に上げればまっすぐボールは上に行くよね。はい、でちょっとこう斜めだとやっぱ前に行っちゃうし、ももの内側だったらね、ずれちゃう。はい、まあ今ももでやったんだけど、それがでもリフティングいろんな場所でやるけど、まあ今はインステップで足をまず綺麗に伸ばしてあげる。そう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 。で蹴ったらキャッチ。はい、蹴ったらキャッチ。これ1回ずつ。あ、今足曲がってた。分かってた。それをしっかり伸ばしてあげる。そうそう、インステップ。そう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 。それでもっと自分が取りやすいところに、はい、上に蹴る。うん。今どこに当たった？今すねです。すねだよね。ありがとうございます。それよくあるパターン。だからまあ当てる場所はだいたいまあこの紐のぐらいか。はい。この足首ぐらい、この辺の位置。はい、うん、慣れるまでは。そう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 、うん、これ大丈夫ですか。大丈夫大丈夫。すねだ。今すねでしょ。なんでだろう。ありがとうございます。なんでこれがちゃんとここのインステップのところに当てればまっすぐ返ってくるから、ボールが上に、はい、今曲がったね。あ、うん、いいねいいね、今のタッチ。そう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 。おー、いいじゃん。あ、早い早い、覚えるのが。で今の触った感じの今音もそうなんだけど、はい、痛くないです。そう、あの感覚、ほんと優しい感じ。そうそう、うんうん、おー、いいいい、覚えるの早い。リフティングを連続でやる前に、じゃあ10回連続でキャッチできたら合格かな、まず。やばい、これで終わらないようにしないと、うん、頑張ります。右足ですか。右足でいいよ。そう、あ、これこれこれ、そう、それ取っちゃう。キャッチすればいいんですね。出してればいいよ。1 2 わあ最初からまだ曲がってるね。そう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 、うん、1。あー、もうちょい上に強く蹴ってもいいよ。はい、うん、そうね、リフティングは俺も幼稚園の年長さんでサッカー始めたんだけど、うわ、やっぱリフティングが一番最初にもうぶち当たった壁で、2回から3回4回ができないみたいな。でもうほんと暗くなるまでグラウンドじゃなくてもう近所の道路でやってて、で10回行ったらガチャポンを買ってくれるってお母さんに言われて、7回しかどうしても行かなくて、もうやっぱ泣いて練習しちゃう、ね、でも10回できれば20回できて30回って、もう基本的な技術なんで、はい、
そう、まずここがねクリアできるかどうかってすごい大事。そう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 、そう今のタッチいいじゃん。3、4、気抜かないよ、気抜かないよ、うん、オッケーオッケー、もうちょい伸ばす、そうそう、いいタッチ、そうオッケー、おおイエーイ、はいはいはい、そうオッケーオッケーオッケー、今のタッチね、じゃあ、はい、続けてて続けてて、今のタッチで、あれ足伸ばして、はい、ああでもね、本当これシュートも一緒だから、やっぱ足しっかり伸びてないと打てないし、はい、パスもまあインサイドでパスするけど、ちゃんとこういう面ができてないと、リフティングでもインサイドでやるときにしっかりこう面を作って、アウトサイドもそうだし、インステップもそう、ちゃんとしっかりとそう当ててあげれば、はい、しっかりと上にも上がるし、狙ったところに蹴れるから、そう、足をできるだけ伸ばしてあげる、伸ばす、そう、あとは俺小学生の時に今思い出しながらこう やってんだけど、あのね、少しねこうだと遠いから少しね体をこう前に、前前蹴る時に体を前に、前シュートする時もそうなんだよね、結局蹴る時前に出るでしょ体、はい、でパスする時もしっかり出す時は前に体が出ているから、前、そう、こういう状態、こう、そうそうそう、こう、そう、それ もう少し前、前、そうそうそう、前、あ、う、前、そうそうそう、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、前、あは、それで当てる位置を調整してあげる、はい、うん、いいねいいねいいね、オッケー、じゃあさ2回行ってみる、2回蹴ってキャッチ、1、2、え、急に1回1、2、 あ、そうなんだよね、それね、よくあるパターンで、あのね、足をつかずに2回はいけるんだけど、そういうリフティングももちろんある、はい、けどまずついたらすぐ足下ろして、あ、下にトントン、そう、下ろしてあげる、下ろしてあげる、なるほどなるほど、ちょっとずつ覚えていく、種類が増えるけど足伸ばすことと足を当てたら下ろして、すぐ下ろして、もう一回、ダメだポン、うん、あ、ほん、ポン、大丈夫、うん、そう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 、今さつくふりしててまた上げたでしょじゃなくてついてついて、はい、下に、そうそうそう、あ、紐ほどけた、すぐ、そう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 、そう、あ、惜しい、2回目、もう2回目曲がった、なんでなんで なんで1回で満足した、ちゃんとちゃんと2回目、3回目、まっすぐまっすぐ、5回行こうか、5回行かないかな、無理ですって、行かない、これだけでですか、宿題かな、じゃあ5回は、あ、ね、宿題ですって、じゃあ私マンションの前でじゃあ5回できたらガチャポンね、いや、何なんですか、何でもいいんですか、あ、もう投げてくださいでもリフティングは一人でこうやって練習できるから、うんうん、でも一人で練習してたらちょっと怖いな、ずっとごめんね、道路でグラウンドでちゃんと練習してほしいけどそう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 、うん、うん、でも2回目がなんでこうなるんですか、まっすぐじゃないから、そうだね、最初がまっすぐだったら2回目もまっすぐ蹴れるし、そしたら3回目もまっすぐ蹴れるじゃん、そう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 、うん、うん、いった、うんうんうん、3回だね今ねポンポン、奇跡的に、おお、いい、あ、足ついてないズルだ